お久しぶりです。あのお久しぶりです最近は日本ですかもう基本日本ですねあ。基本日本なんですか。それこそ2017年に、うん、まあそれまでシリコンバレーいたんですけど、うん、日本帰ってきてあとは基本日本ですね。うん、あっそうなんですか。投資投資ですね主には、はい。最近どの辺に投資されたんですかえっとです、ね、僕今 シニフィアンという会社をやってまして、うん、そこでザ・ファンドというファンドをやってるんですけれども主にその未上場の会社に投資をするんですね、うん、なんですけれどもおーレートステージって言って上場に近いタイミングで会社さんそういったところにご投資をしてます、えー、で資金はどの辺から集められてるんですか銀行さんですね<ー>ええー、からご支援いただきましてへえーはい、銀行はどういうニーズでそういったところに投資をお願いするというかはいはい、うん あの一般的な VC もそうですけれども、うん、やっぱりその銀行さん、まあ、メガバンク3行ともども、うん、いろんな VC さんに LP としてご投資なさって、うん、でやっぱり将来的に、まあ、大きくなってくるような、うん、あ会社さんとの接点を構築したいという思いがおありなんでしょうね。うん、あそうなんですね、えー、まあもちろん、フィナンシャルなリターンっていうのも狙ってらっしゃると思いますけれども。う あれはそのその、例えばそういったファンドの LP に投資をすると、はい、銀行の,その自己資本比率とか,、はい、なんかそういうのの基準でいうとどういったところにあれカテゴライズされるんですかあすごくいいポイントで <laughs> 何かというとあの本当に単純にマイノリティであればあんまり関係ないんですけれども、うん、ただ、これがあの連結を超えてくるようになると、うん、そのファンドも当然、まあ、子会社みたいな扱いになりますから、うん、あの銀行業法の規制対象になるんですよね。うん でですので例えばの話、あのーまあ海外、えー、そうだな海外あの、アメリカでの銀行業登録しているようなところからご出資受けたりとかすると、うんまあ、例えばアメリカでのオペレーションが売上が半分以上だったりするような会社っていうのは、なかなか投資しづらくなったりだとか、要はアメリカってあの銀行の規制があって、うん、銀行が、まあ、そういったなんていうんですかね、あのー、連結子会社とことを通じて、うんえー、あんまり一定以上の。 お事業会社の株式を持っちゃいけないっていうような、うんまあ、そういった規制があるので、うんうん、なんでどうしてもそこは厳しくなってきますね。うんあ。それはじゃあ LP に対するあ、LP とかファンドに対する出資比率、はい、そうですね。ファンドに対する出資比率の度合いによって連結かどうかが決まってきますよね。うんうん、で、その先はどうなんですかあなのであ、そうですね。それで言うと、その先の、ま、スタートアップですよね <laughs>、うんで。そのスタートアップが、あの、まあ確かにアメリカの例が一番分かりやすいと思うんですけれども、アメリカの売上が、 あまりも大きすぎるようだと、なんていうか、類推的に銀行が。これ、ちょっと止まってませんあ、大丈夫です。あ、ごめんなさい。ズームの方がちょっと止まってますけど、類推的に、なんていうんですか、銀行は間接的に事業会社の株式をこれだけ持ってるっていうふうに見なされてしまうので、もうなんか、これ以上は持たないでねっていう比率は決まってきますそうなんですね。あとそのなんかほら ティア1とかティア2とかなんかあの、銀行のこう、なんか自己資本規制比率っていうんですかはいはい。あの、銀行ってその運用を何でやってるのかによって全部違うじゃないですかはい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 、国内の中でのそうそうそう。だから、えっ、ー、と、例えば、融資の割合は、まあ融資に関しても、その破綻懸念先とかってもうこれは返ってこないよねみたいな。はいはい。で、なんかその、その規制があるじゃないですか。何パーセント以上にしとかないとダメだみたいな。そうですね。 まあそれはもちろんあの銀行さんの方で運用額の時点でまあ VC はだいたいこれぐらいだとかまあまあそのまあある程度比率っていうのがポートフォリオ組んでいらっしゃるので僕たちが運用するにあたってそれが問題になるってことはあんまりないですねなるほどなるほど、うん、で投資先というのははいどあのまあまあそうかレーダーステージなんですよねそうですね。うん 最近ですとあの、まあ、一番わかりやすいところが例えばスマート HR とか、うん、で食べ物の感じだとあのベースフードとかあ<ー>で、まあ、それこそ宇宙にも関わるところだとアストロスケールだとか、うんうん、そういったところにあのご投資させててもらってますななるほどなるほほどどその辺今後どういう感じになっていくんですか 今ですね、それでいうとご存知の通りあんまり今上場株のマーケットってよくないので今までずっと一本調子でスタートアップだなんだっていけどんできたところが、まあ、ちょっと渋い感じにはなってますので、えー、やっぱり多少ここ1年2年苦労するタイミングっいうのはあるのかなという気はしますね、うん、でもまあ逆に投資はしやすくなるんじゃないですか。 難しいですよね、うん、やっぱりそのちょっとマニアックな話になっちゃいますけど、うん、あの去年とか一昨年って、うん、その特にレートステージだと海外のお金が非常に多く入ってきてたんですよ、うん、海外の投資家、うん、じゃあ海外の VC もそうだったりだとか、うん、まあヘッジファンドもそうだしファミリーオフィスもそうだし時間投資家もそうだしと、うん、いった中で結構海外のお金が入ってきていたんですけれどもうん、うん、年明け以降ですね結構ものの見事に引いてて。うん パタと止まってしまったんですね。はいはいはい。で、まあ一方でその去年一昨年はそういった海外のお金を大きく調達する。な、うん何であればもう100億以上の資金調達するっていうのが、うん、一種のスタンダードとして。 固まっていたので、うん、それを目指して資本政策を組んできた会社さんとかいらっしゃるじゃないですか。<ー>だからそういったところに対して、じゃあどうやって資金投入していくんだとか、受け皿どこにあるんだみたいな話っていうのは、うん、あのまさにもうほぼ毎日いろんなスタートアップの話をしてますね。じゃあお金が足りなくなっちゃったりするんですかね。そうですね。まあ一方でちょっと。 バリエーション的にとはいえ、上場株出口こんな状態なんだから、そうやってなかなか正当化しづらいよね、みたいな。うん、まあそこはそれこそ僕にとってはポジショントークなっちゃいますけど、うん、ぶつかり合いみたいなのはありますよね。ああ<ー>。じゃあ、厳しくなってくるベンチャー企業も多いんですかね、はい、多いと思います。 多いと思いますけれども、うん、一方でこのタイミング抜けたらそれはそれで、なんていうんですかね、やっぱり不況のタイミング乗り越えた会社って強いじゃないですか。まあまあそうですね。うん、だからそういった会社がいっぱい出てくるんじゃないかなという期待感もありますけどね。お問にらみです。へ銀行はどうなんですかそもそも。けど銀行さんは、あのー、それこそものすごく、 あの僕たちお付き合いない銀行さんは分からないですけどメガバンもそうだし地銀さんもそうですしスタートアップに対してものすごい興味関心を持っていて支援、うん、の体制というのは非常に整えてらっしゃいますよね<ー>だからそれは僕自身も昔10年ほど前スタートアップやってましたけどその頃ともだいぶ違いますし、うん、まあそれこそ堀江さんがなさってた頃ともだいぶ様子違うんじゃないかなと思いますうん、うん、なるほどね、うん、確かにものすごく協力的ですよ うん、昔は全然そんなことなかったですけどね, <laughs> ねお金全然集まってこなかったですよね、うん、VCA の LP 出資もそうですし、うん、あの貸付の方ベンチャーデッドも最近多いですからねああ貸付すごいですねすごいですそれはどういうわ割り切りっつったらあれですけどまあなかなかね、まあ利益が出てればね、うん 融資はしやすいいと思いますけどそあだから昔ながらのいわゆる貸付業務っていうのはなかなかそんなにやりづらくはなってるんだろうなというふうには拝察しますので、うん、まあそんな,なんかちょっと新しいビジネスとの接点作ろうっていうのもあると思いますし、うん、あとあのやっぱり100%やっぱり貸付ってあのなんだろうなスタートアップが資金を調達する時に100%やっぱり借金で返ってくるってこともなくって。うん やっぱりあのエクイティでいいくくらかか調達してくるわけじゃないですか、うん、でその中で、まあ、何割かあまあデッド混ぜることで会社側はまあなんだろう資本調達コストを安くしたいっていう思惑も,もあるし銀行側もまあまあ資本こんだけあるんだったらちょっと安心感あるかなっていうああまあある程度はお金返ってくるかなみたいな、うん、だ昔だったら「資金調達10億円しました」って言ったらイコールそれって エクイティででの10億円だったじゃないですか,、ねうん、か最近はエクイティとデッド足して10億円みたいなあの発表の仕方みんなしてますよねうん確かに確かにいやよく貸すなと思って、ね、どういうリスクマネジメントで貸してんですかねなんか昔は本当、うん、不動産融資とかねすごい今でもねすごい貸しますけどそうじゃなかったら結構貸してくんないですよねいやーだから 結構やっぱりリスクはありますからね、相当。うん、リスク取られるなというふうには思います。うん、ただまあそこまでしなきゃいけないっていうような、あの、まあ結構前向きな気持ちでいらっしゃるんじゃないですかね。ああ、そうなんですね、うんえー。今どれぐらい投資残高あるんですかそれは公表してないあ、えっと私たちのファンドですか。うん、私たちのファンド自体はあの、ファンドサイズが200億円なんですね。 でまあ、おかげさまでだいぶ進んできてはいて、まあ、ちょっと具体的にいくらっていうふうに発表してないんですけれども、うん、まあまあ、200億円をまあ運用してるという運用して、はい、まあ、目標とかあるんですかそうですね、まあ、やっぱりちゃんとあのリターン出したいなっていうのはありきなんですけれども、うん、いわゆる VC とは違うので、うん、まあ、なんかその5倍、10倍目指しますっていう世界よりは、うん、まあ、なるほどね。うん、ただ割とこう短期で もううちょっと短期ですかそうです、ね、いいですかそね、うん、いやあのおっしゃる通りで本当シードだと本当に投資してから10年十、うん、何年って世界じゃないですかレートだから、まあ、そこはもう少し短くできるというふうには思ってるんですけれども、うん、一方で今いかんせんあの市場がこんな感じなので別に我々